人生が輝く引き寄せパワー。あなたが本当にやりたいこと、必ず見つかりますよ。引き寄せの法則を知って3年。私は今、その引き寄せパワーを最大限に享受して、自分の本当に望んでいた毎日を手に入れました。会社員として時間に縛られる毎日から、自分で自由に時間を使える毎日に。お金のためにやりたくないことを仕事としてやっていた毎日から、やりたいことだけをやる毎日に。制限のある収入の範囲で使えるお金を気にしていた毎日から、お金の心配をしない毎日に。好きでもない人と関わらなければいけなかった毎日から、喜びを分かち合える人々に囲まれた毎日に。未来への不安を抱えた毎日から、素晴らしき未来を確信する毎日に。引き寄せの法則というのは、今の自分の状態、今自分が発している波動が自分の現実を引き寄せるというシンプルなものなので、その法則が分かれば分かるほど、望んでいる現実を引き寄せることは簡単なことになっていきました。つまり、自分が幸せだと感じている状態を作るだけで、望む現実が勝手に引き寄せられてくるのです。何も頑張らなくても自動的にそうなっていきます。そして、その幸せだと感じている状態を作るには、2種類のアプローチがあるということも分かってきました。一つが、今ある現実の中に自分から幸せを見つけ、それを感じるということと、もう一つが、とにかくやりたいことをやるということです。やりたいことをやっているとき、人は必ず、情熱、喜び、楽しさ、幸せなどを感じます。その波動が現実を引き寄せますので、幸せを引き寄せ続けるのです。そして、そのやりたいことがあなたの仕事になったとしたら、あなたは幸せそのものを生きているという状態になるでしょう。会社員時代、出勤するときに、私は何のために仕事をするのだろう。子供が小さいのに、どうしてお金のために働きに出なくてはいけないのだろう。そんなことばかり考えていました。自分は仕事がしたくないわけじゃない。ただ問題は仕事の内容だ、ということは自覚していましたが、どうしたらその内容を自分のやりたいことへ変えることができるのかわかりませんでした。実は、やりたいことをやるというのは、誰もが考えている以上に簡単です。今、この瞬間、この場でできるのです。今、この動画をご覧になってくださっているあなたは、自分が見たくて見ていると思います。その状態がもう、やりたいことをやっているという状態なのです。この、やりたいことをやっているという瞬間に、引き寄せパワーが働きます。もう、自分がやりたくないことをして一日の大半を過ごし、そして疲れ果てて家に帰り、そして、また同じような一日が始まる。そんな毎日を過ごす必要はないのです。自分の心が満足しない仕事をして人間関係にも苦しむ。そんなことをする必要もありません。あなたがやりたいことをやる人生に踏み出せば、仕事も人間関係も豊かさもすべて引き寄せます。そしてあなたは、深い満足感と幸福感とともに感謝にあふれた毎日を手に入れるでしょう。それは自分次第で誰にでも訪れます。あなたの中の眠っている情熱をただ思い出すだけなのです。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は人生が輝く引き寄せパワーという本をご紹介したいと思います。突然ですが皆さん、自分のやりたいことをやってますか？いやいや、やりたいことだけやってたら生活できないでしょ。むしろやりたくないことをやるのが仕事でしょ。その感覚わかります。我慢と根性が人生だなんて思う時もありますよね。そもそも自分のやりたいことがよくわからない。本当にやりたいことって何ですよね。自分が本当にやりたいこと、自分の本当の願いって普段の生活では意識することないですものね。でもね、この自分のやりたいことに従うことが、仕事もお金も人間関係も全てを引き寄せるキーになるんですって。
これから一緒に自分のやりたいこと思い出してみましょうよ。著者は本チャンネルでもたくさんの著書をご紹介させていただいている奥平亜美さん。ご自身の生活も一変させた引き寄せの法則を伝える引き寄せの教科書が第二次引き寄せブームを巻き起こし、以来引き寄せの法則に関する様々な著書で情報発信し続けてくれている奥平さん。そんな彼女が自分が本当にやりたいことで生きていくことが全てを引き寄せるということを教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。劇的な引き寄せパワーが働くとき、人生を変えるためには努力が必要と思う人は多いかもしれませんが、やりたくないことを無理やりやる必要は全くありません。あなたが今の人生を変えて本当に望む人生を実現し始めたとき、あなたは間違いなくこう言うでしょう。なんだ、こんな簡単なことだったのか。自分のやりたいことを実際にやり始めるだけでよかったんだ。最初から自分の中に全てがあったんだ、と。多くの人が難しく考えていただけなのです。あなたが好きなことを仕事にして自由に幸せに生きていくその方法、それはただ、あなた自身の本当に興味のあること、心が喜ぶこと、ワクワクすること、好きなこと、やりたいこと、それらを追求するだけなのです。これは真実です。世の中の好き、やりたいを仕事にして自由自在に生きている人というのは例外なくそうしているのです。経済的にも時間的にも自由に生きている人とそうでない人の違い、そして幸せな人と幸せでない人の違い、自分の人生に満足している人とそうでない人の違い、それはただ好きなことをしているかどうか、やりたいことをしているかどうか、それだけなのです。ただこれだけのことなのですが、それができない、どうしたらいいかわからないという人も多いかと思います。ですので本書では、ごく普通の人がどうしたらその世界へ移行できるのか、それを丁寧に順を追って書きました。それは平凡な会社員として毎日を不安いっぱいで過ごし、お金のために仕事をしていた経験のある私だからこそ書けることだと思います。ここに書いてあることが積み重なって、最終的に劇的な引き寄せパワーとなって、あなたの人生を根底から変えてしまうことになるでしょう。この世には引き寄せの法則が絶対的に働いており、あなたがやりたいことをやって自分自身の幸福度を高めるとき、幸せを引き寄せます。今の自分の状態と同じものを常に引き寄せ続けるのです。そしてあなたがやりたいことをやって幸せであるとき、仕事もお金も人間関係もすべてあなたに必要なものは引き寄せるのです。どんなあなたでも、あなたそのものが光り輝いた存在だから、あなたがあなた自身でいる、あなたがやりたいことをやる、それだけであなたの人生は光り輝いてくるのです。しかし多くの人は、仕事だから、お金のため、社会のためと理由をつけて、好きではないことを仕事にしようとします。それどころか、好きではないこと、楽しくないことを仕事にして一日の大半を費やそうとする人までいるのです。これほど多くの時間を費やしている仕事がもし楽しくないならば、人生の幸福度を高めることは不可能です。本当の意味で人は好きなことややりたいことしかできないと私は思います。なぜならば、やりたくないことを続けていると、初めのうちは努力で何とかなるかもしれませんが、しばらくすると無理が生じて続けることが難しくなります。だから大事なのは、好きなことを知ること、そして実際にそれをやってみること。
好きなこと、やりたいことをやっているとき、あなたは必ず幸せです。誰もが幸せになりたい、そう願っていますが、やりたいことをやっているとき、あなたのその願いは叶っているのです。あなたはすでにあなたのやりたいことを知っている。やりたいことをやりましょうと言うと、それを必死で探してしまう人もいるのですが、あなたのやりたいことを外側に探す必要はありません。あなたはすでにあなたのやりたいことを知っています。やりたいことがわからないんですというお話はよく聞くのですが、自分のやりたいことがわからないということはありえないのです。食べたいものを食べる、行きたいところに行く、やりたいことをやるということなのですから、わからないと思い込んでしまっているか、やりたいことを大きく捉えすぎているだけです。もしくはそのやりたいことはあるけど、自分にはできないとか、やってはいけないと思い込んでしまっているのかもしれません。そうして自分の好きなことややりたいことに目を向けずに長い時間を過ごした結果、やりたいこと、ワクワクすること、それ自体をただ忘れてしまっているのです。あなたの中にあるものを思い出したり、自分の気持ちを丁寧に扱っていけばそこにたどり着きますので、これから何かを必死で探す必要はなく、本当は自分に必要なことは全部知っています。あなたのやりたいこと、好きなこと、ワクワクは必ず存在します。これまでの人生で好きなことが一つもない、一つも思い浮かばないということはありえませんよね。何にワクワクするかをあなたは選べない。当然ですが、あなたのワクワクすることと別の人のワクワクすることというのは違います。人は生まれながらにしていくつかの分野に興味や関心を持っています。自分で決めたわけではなくて、そもそもそうなっていて、自然とそれがやりたいと思うようになっているのです。私は本当にやりたいことでなければ叶わない。たとえ叶ったところで幸せを感じられないと思っています。例えば私が総理大臣になりたいと突然言い出したとしてもなれないのです。というのも私は自分の心の声をよく知っていて、自分が心の底から本当に総理大臣になりたいと思うのはどう頑張っても無理だとわかっているからです。そして全くワクワクしません。何にワクワクを感じるかというのは自分では選べないのですから。何にワクワクするかは最初から決まっているのです。あなたに最初から植え付けられているのです。あなたの中にすでに全ての答えがあるので、あなたは変わらなくてはいけないわけではありません。それをちょっと外に引っ張り出してあげるだけでいいのです。そしてやりたいことを実際にやり始めると、それが何であれ、そこに大きな喜びを感じるでしょう。私たちが求めているものは、外にあるものではなくて、私たちの体の内側にあるその喜びなのです。何をすることが好きですか？あなたの情熱が何をすることにあるのか、あなたの好き、やりたいがどこにあるのか、それを思い出していきましょう。やりたいことを見つけるには、ただ自分は何をすることが好きなのか、それだけ考えてみたらいいのです。料理をすること、散歩をすること、空を見ること、動物と触れ合うこと、人と話すこと、カフェでまったりすること、人前で話すこと、一人でじっくり机に向かうこと、絵を描くこと、人の相談に乗ること、細かい作業をすること、旅行に行くこと、自然の中にいること、書くこと、読むこと、ピアノを弾くこと、歌うこと、写真を撮ること、どんなことでも構いません。もし一週間ほど急に休みをもらって、特に何もすることがないとしたら何をしますか？最初の一日二日はゆっくり休みたいと思うかもしれませんが、残りの日をどうやって過ごしますか？あなたが本当にしたいことなら、どんなことでも大丈夫なのです。中には、これが到底仕事になるわけない、と多くの人が思うものもあるかもしれませんが、それで構いません。
ここで自分のやりたいことを考えたときに、従来考えられている仕事の体裁を取っている必要は全くありません。むしろ仕事とは言えない、趣味のような遊びのような、どちらかというとプライベートに分類されることを大事にしてみてください。また、ワクワクすることというと、どうしても旅行などの非日常的なことを思い描くかもしれませんが、子供と時間を忘れて遊ぶ時間とか、お気に入りの飲み物を飲んでほっとするというようなこともとても大事なのです。小さなワクワクも大きなワクワクも同じワクワクなのです。あなたがワクワクすることをしていれば、それがあなたにもっとワクワクをもたらします。マイブームのような自分だけのワクワクを大事にしてみましょう。ただ、心の喜んでいる状態、自分の心がこんなことをしたいと前向きに感じることに耳を傾けてあげてください。自分の気持ち、自分の内側から来るものに敏感になってください。とにかく、自分にできそうかできなさそうか、それがお金になるのかどうか、現実的かどうか、仕事になったとして安定しているのかどうか、という観点を徹底的に排除していかなくてはいけません。ただ単純に自分は何をすることが好きなのか、それを見つけていきましょう。好きなこと、情熱を注げることは何ですか？子供の頃好きだったけど、大人になってから忘れてしまっていることは何ですか？やったことはないけど、これをやったらワクワクするだろうなと思うものは何でしょうか？これをやらなければ死ねないと思うようなことは何ですか？これまでの人生で金銭や損得に関係なく喜びを感じたことは何ですか？正解なんてない。やりたいことを見つけましょうというと、天職のような最終目的地のようなものをいきなり探そうとしてしまうかもしれませんが、その必要は全くありません。とにかくやりたいことであればどんなことでもいいのです。正解を探そうとしないでください。あなたが選んだことに間違いなんてありません。それはその時その時の正解です。そしてやってみて、あ、これは思っていたのと違った。やってみたらそれほど好きではなかった。とか、仕事にするほどではなかった。ということも多々あるでしょう。でも、それでも正解です。行動してみないと、それが本当にやりたいことなのか、ということさえもわかりません。行動して経験してみることで、本当にやりたいことなのかどうかがわかるのです。その経験は必要だから起きているのです。宇宙の流れは完璧です。無駄なんて一つもないのです。自分の頭で考えると無駄だったと思えるようなことでも、後でそれが必要だったとわかる日が必ず来ます。今、毎日が楽しいとは言えなかったり、自分のやりたいことがわからない、迷ってばかりだ。そんな風に思っているあなたも、その経験は無駄なものでは絶対にありません。もちろん、若い時からこれだという自分の道を見つけて、それに邁進できる人は幸せです。でも、そうでなくても幸せになれるのです。やりたいことを始めるのに、年齢は一切関係ありません。焦る必要も、もう遅いと嘆く必要も全くないのです。でも、やりたいことがどうしてもわからなければ、わからないでも今は大丈夫。その場合、ただ毎日の生活、目の前にあるものを楽しんでください。見つかる時に見つかるだろう、というような気持ちで大丈夫です。どんな場面においても自分を責める必要は一切ない。そのことを忘れないでください。どんな小さなことでも今この瞬間にやりたいことを始めましょう。その積み重ねがあなたをまだ見ぬ、でも魂では知っていたどこか懐かしい素晴らしい世界へと導いてくれるでしょう。あなたの人生はあなただけのものです。あなたの好きなように生きていいということを忘れないでください。人生はそもそも辛いものではなく楽しいものなのです。地球は美しさや多様性にあふれていて、あなたはいつだって自分次第でそれを経験できるのですから。やりたいことをする、やりたいことで生きていくことをやってみようかなと少しでも思っていただけたとしたら、こんなに嬉しいことはありません。
今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。ワクワクした気分でいるとそれが引き寄せられると言いますが、そのワクワクする気分、自分がこれ好きだなっていう気分を作る大元となるのが自分の本当の願いです。でも自分の本当の願い通りには生きられていなかったり、そもそも本当の願いがわからなかったりという方、ものすごく多いのではないでしょうか。それは確実に自分自身の中にあるんです。今この瞬間にもその願いが心の中で炎を燃やしているんですよね。僕たちがやるべきは、他のことは何も考えずに、まずその炎を見つければいい。そしてその炎が照らす方向だけを見て歩いていけばいい。めちゃめちゃシンプルなことなんですね。本書はこのやりたいことで生きるという点をものすごく掘り下げてくれており、読み終わる頃には、あ、これがやりたかったのかもって感じられると思いますよ。本書はここからやりたいことで生きていく方法をいろいろな観点から教えてくれるのですが、奥平さんの書籍ですので、まるで背中に手を当てて伴走してくれているような、あったかくて丁寧な空気感に包み込んでくれます。しかもそんな本書は Amazon の読み放題サービス Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読めるんです。正直やばいです。読むうちに自分自身が見えてくる素敵な本書、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです、見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。